セルゲイ・ウラディミロビチ・ブリズガロフは、ロシアニジニノブゴロド州、パブロボ出身のサッカー選手。FK ファケル・ボロネジ所属。ポジションは DF。1992年、ロシアニジニノブゴロド州のパブロボにて生まれた。6歳の頃にサッカーを始め、11歳の時に、モスクワ州に引っ越しをした。2009年、エゴリエフスクにある、サッカースクールのマステル・サトゥルンに入団。 同年、プロサッカークラブのサトゥルン・ラメンス公園に入団して、ユースの試合にて15試合に出場した。2010年3月28日、第3節の FC、ロストフ戦で、ロシアプレミアリーグデビューを果たした。2011年1月下旬、所属していたサトゥルンが、財政難のためリーグ撤退を発表。3月11日、FC スパルタクモスクワへ移籍をした。 2011から2012シーズンでは、バレリー・カルピン式の下で18試合に出場をした。2016年6月14日、FC テレク・グロズヌイと4年契約を結んだ。2017年、FC アンジマ8からに移籍した。ありがとうございます。